はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、レック専任講師の柴田隆之でございます。司法試験と予備試験の受験のための、まあ、ガイダンスということで、まあ、えー、っとですね、この2月にも1回やって、で、今回3月にそれぞれまた1回、またそれぞれ1回ずつね、実施しているんですけども、 で前にね、お話したのは、このレジュメで言うと、最初の1ページ目、2ページ目とを中心お話して、4ページ目ちょっとお話し終わったっていう風な感じだと思いますので、今日はね、1ページ、2ページ目の中身も簡単にエッセンスでお話してから、この4ページ目からのね、勉強の仕方っていう風なところをね、しっかりお話していこうかなと思っております。でまずまあ、前に1ページ目でお話をしたこととして、まあ、司法試験に、 受験をして、するとね、まあ、弁護士、検察官、裁判官っていうふうな、放送資格が取得できると。法律家になれるということです。えー、なんか似たような名前の資格でね、行政書士とか司法書士とかいろいろありますが、司法試験に合格すると、まあ、弁護士、検察官、裁判官っていうふうになると、まあ、法律系の仕事は何でもできるというふうな特徴があるということですよね。 お医者さんが、例えば放射線技師のね、資格も兼ねてるみたいな、薬剤師のように薬をこう測ったりね、するっていうふうなこととか、薬の研究っていうのはお医者さんではできないけど、それ以外はお医者さん何でもできるわけですね。うちの妻なんかも、あの本当に当直とか医師なんですけど、してるといきなりこうレントゲン取らされたりするとか言って文句言ってしてるんですけど、本来レントゲン取るのは放射線技師のやることですからね。 まあ設定して、まあもちろんそんなもん嫌だよっていう優秀さんもいると思うんですけど、うちの妻やるんですけど、資格としてできるからね。それと同じで私ももう、あの、弁護士、平成の25年に弁護士登録、1月1日に弁護士登録したんですけども、覚えやすいんですよね。だからもう、税理士の仕事でも、あの、できるんですよね。あのね、もちろん行政書士や司法書士の仕事も全部できるというふうなことで、 実は、宅検誌の仕事と、ね、測量士とか、えー、土地家屋調査士の仕事、この三つだけはちょっと司法試験合格してだけだとちょっと無理っていうのがあるんですけど、あとはもう法律関係のことは何でもできるというふうなことでね。まあ、それが弁護士っていうふうな資格を取得する魅力なのかなというふうに思ったりもします。で、報酬とか、どれぐらいなのかっていうと、一件あたり、だいたいまあ、 あそうですね。えー、成功報酬、本当に事件の解決まで導きが、だいたい50万ぐらいが相場というふうに考えてもらってよくて、で、仕入れがないからね。ですから、売り上げほぼ全部収入になるというふうなね、事務所運営の仕方にもよりますけどね。そういうところは、まあ、あの、弁護士がお金儲けっていうふうな意味でも、まあ、便利っていうか、楽っていうか、そういうふうなところが言えるのねっていうふうなことですね。まあ、実際どれもこれもじゃあ50万もらってるかで、そんなことはないんですけども、 まあ、一応そういうのが一つの目安になる。もっと多いものあれば少ないものもね、あるとね、いうふうなことですよね。裁判所使って、で、それでこう、あの、訴訟をやって、それで判決まで取って全部、全勝ちで50万ぐらいのね、そういうふうなぐらいの感覚なわけですから、負けた場合とかはもっとね、当然安くなってくるんですけど、とにかく何でもできるし、今言ったみたいにね、 えー、仕事の自由度が高いというふうなところと、まあ、それ割には報酬っていうふうな、もうそれなりに得られるっていうところが、やっぱり放送資格のね、まあ、えー、なんだ、あの、魅力的なところはないのかなと思っています。でその上で、じゃあ、そういう放送資格どうやって取得するのかっていうのが、司法試験合格するっていうことが必要になってくるわけですけど、今、この司法試験を受験するのに、えー、法科大学院に行くか、予備試験を受けるかしかないというふうなこと、どちらかだという話ですよね。 これはちょっと、まあ、このガイダンスを聞いた、聞いてない、今初めて聞くっていう人でも、ご存知な人多いかなと思うんですけどね。ちょっとインターネット調べできますもんね。それで、放課代理に行くっいうのと、時間もかかるし、お金もか,、まあ、かかるから、じゃあやっぱり予備試験で行こうかなっていうふうな人がやっぱり多いだろうというふうなことですね。あと、前回のガイダンスをお話したのは、何の間の一てやっぱり予備試験の方が合格難しいです。やっぱりに、あの、放課代に行かなくて済むというところがありますから。 ただその分ね、やっぱり優秀な、ある程度優秀でしっかり勉強しないと予備試験合格しないということになるから、だからこそね、その後合格した後の道といったものも広く、いろんなところに開かれるところもありますから、えー、ただ単に資格を取ればいいだけっていうで、かつお金と時間ある人は、高科大学院の方がいいのかもしれないんだけどね。 あそうだ。あともう一個。えっ、ー、とね、ただ、そうやって簡単っていうか、比較的安易な道についちゃうと、漢字の司法試験に合格しないってことは起きるんだけど、予備試験に合格するやったら、司法試験まず合格しますから、そういう意味でも、えー、これも前のに結構お話したんですよね。えー、っとで、ね、つまり、司法試験に受かるように力をつけるまで予備試験受けさせてもらえないっていう方が、逆にその幸せなんだっていう話ですよね。 二年間とか法科大学院行って、それで授業料いっぱい払ってから、それで司法試験何百で受かりませんって結構泥沼だと思うんですけども、ね、その点予備試験だったら自分でどんだけ勉強するとか、何、何にお金使うかってことをコントロールできますからね。法科大学院ってまあ言い方悪いですけども、あのまあ抱き合わせ商法みたいなもんですから、<laughs> あのね、自分の取りたい授業だけ取って安く済ますかできないじゃないですか、ね。 だからあの、そういうふうにコントロールできないんで、そういう法科大学院っていうのはね。それでまあ実際法科大学院に出た後にね、自分は司法試験合格しないなんていう話になってくるとかなりきついなっていうふうとかありますから、私はむしろね、予備試験っていうふうなものに合格すれば、司法試験もほぼ合格というふうなことでね、それを受けない、受からないと受けさせてもらえないっていうふうな仕組みの方が、よっぽどまあ、あの受ける人にとって優しい。一見厳しいけど、実はその人のためになる制度なんだろうなっていうふうに思っています。 ただじゃあその予備試験自体も合格難しいじゃないかというふうなことになってくるんですけどそこでこれも前回お話したことなんですけどもその予備試験に合格するかどうかっていうのを試すためのポイントになってくるのが行政士試験を受けるというふうな話これもね実は前回結構お話したんですよね行政書士試験っていうふうな行政書士っていうふうなのはまあ 司法試験の場合は予備試験の場合は、担当式試験と論文式試験があって、論文式試験がメインって感じなんですけども、行政書試験っていうのは、担当式試験がメインで、司法試験よりも刑法とか刑訴訟法とか民事訴訟法って科目がないので、ちょっと負担は軽いです。だけど民法とか行政法とかは、特に民法は司法試験に比べて大体8割ぐらいの難易度ですね、行政書士ね。行政法は、そうですね、司法試験よりより細かい知識が求めるとこありますね。 理論的な面では司法試験の方が上なんですけど、予備試験とかねあ。ちなみに担当式試験は、予備試験と司法試験は共通問題ですから、だから司法試験、予備試験っていうのは区別しないでお話していきますけどね。あの、要するに経費節限と同じ問題使ってますんで、毎年ね、その同じ日に実施されて、択一試験で同じ問題使われてますから、予備試験と、えー、ね、その今言った本番の司法試験ね。 逆に言うと、だから予備試験受かる人が司法試験受かるのは当たり前なんですよね。同じ問題なんだからっていうことですよね。で行政書士試験も実は、その,の司法試験委員だとか予備試験の委員だった人が辞めた後行政書士試験の委員やったりするんで、だから問題に似てくるんですよ。ね。司法書士とかだと、行政書ゃなんて司法書士とかだとそういうつながりってないので、やっぱり行政書士がね、一番ね、入門予備試験って意味でやっぱりいいんですよね。 特にね、あの、行政書士で負担が大きいのが民法と行政法なんだけど、今言ったみたいに傾向に似てる。で、どっちかっね、民法は大体8割ぐらいのないんだから、だから行政書士の試験をやって、えー、司法試験とか予備試験の中に行政試験卓越入ってる感じだから無、無駄が全くないんですよね。だから、あの、司法試験とか予備試験の対策の、特に担当対策をしっかりやる。その中途で行政書士試験っていうふうなものを目指して、目指す。 でまずね、もうはっきり言って行政書試験に合格することだけ考えていいぐらいです。これ、あの行政書試験のことじゃないんですけど、それぐらいでいいんですよね。なんで、行政書試験に受からないと、予備試験受かるわけないんだもん。司法試験だって受かるわけないからね。で、えー、さらに言うと、行政試験じゃあ簡単なのかって全然簡単じゃなくてですね、法科大学院っていう人にもコロコロ落ちてますから、行政書試験ね。うん。あの、私ね、司法試験に受かってから、司法収集行ったそこでもね、 法科大学院行っていた方から、いや、私ね、行政初試験、法科大学院受験に、えー、に行った時落ちましたからね、って言われましたからね。ただ、それですと私ね、司法試験受かる前年に、大学で民法ほか取っちゃったんで、あの、まあ、それはまあ、あの、いろいろ、本気でどれぐらいやってるかどうかによるのかな、というふうに思いますけどね。 ね、ついでに言うとね、私も司法、昔、今司法試験とかって一発受かるの普通なんだけど、昔はね、司法試験一発でなかなか受からなくて、全国に30人もいない、二十何人ぐらいしかいなくて、その前は一桁しかいなかったんです昔めちゃくちゃ難しかったからね。うん。で、私は司法試験一発で受かったんです。でも民法は不可だったっていうね、その、あの、そういうふうな、 え非常にこう、何、な何がいたいかってい,いうと、あの、シヴ先生はスーパーマンだから、あの、司法試験とかにパッと受かるんでしょっていうわそんなことないよと、本当にスーパーマンだったら、民法負荷取らないでしょと、英検2級面接落ちないでしょっていうふうな話になってくるので、えー、だけどまあ、えー、そこら辺を工夫と努力でなんとかね、そのまあ弱点を克服して合格レベルに引き上げていったっていうふうなね、そういうふうなのが、えー、私の特性なんだよっていうふうなことで、自己紹介兼ねてもこういう話もね、よくするんですよね。 ということで、ここまでが大体前回ね、お話した内容だというふうなことになってきますね。えー、もう一回まとめると、とにかく、ま、司法試験受かると、いろいろ本当にできることは多いし、まあ、やっぱり、あの、食いっぱぐれもないですよというふうなことになってくるし、ということでねで。それに合格するためには、えー、ま、予備試験と、法科で国に、どちらかを通過しないと、司法試験をそもそも受けさせてもらえない。そのためには、やっぱり予備試験の方が、 まあ、放課レグに行くより難しいんだけど、そっち受かっておいた方が、司法試験そのもの受かりやすいし、というふうなことで、その後の道も大きく開けますから、あ予備試験受かってんのね、この人能力高いねっていうふうに見てもらえますからね。で、その予備試験に、えー、さっき言った、そのね、司法試験受けさせてもらえない方が幸せだって話したと思うんだけど、同じように行政書試験に受からなければ、あの、予備試験も受からないから、だからまずはじ、自分の人生と時間とかお金とかを無駄にしないために、行政書試験も目指すといい。 っていう話ですよね。そうだし、あの、ただ勉強し方は予備試験を集中して勉強して、それで行政士試験対策はここも見るぐらいで、あくまで予備試験の択一をね、に、で、えー、症状はしてほしいんだけど、それでいいからね。で、行政士試験受ける前に、一般知識ってこれだけちょっと行政士試験特有のものがあるから、これは公務員対策の、えー、時事問題とかの、そういう対策の本があるから、そういうのを買って読めばいいので、ね。 一般知識対策を模擬試験とか過去問とか、えー、公務員の、えー、そういう時事対策のそういうですね、教材使ってみれば直前そうですね、2ヶ月ぐらいからやりま、いいんじゃないですかね。そうすれば、あとは予備試験の勉強を集中してやれば行政処士対策になりますから、設して、えー、まずは行政、予備試験勉強しながら行政試験に合格を目指すという、そういう複雑なことやってもらうのっていうことをね、おすすめですよっていうことを前回ね、言ったんですよね。 だから私もね、講師をね、もう5年、4年ぐらいね、ちょっとこうね、やめてたんですけど、その前とか、講師ほぼ専業でやってたっていう風な時にはね、まあ、えー、行政書試験とかね受けてたりもね、したんですよね。それで皆さんと一緒に行政書試対策もやっぱりした方がいいかなという風に思ってね。2回ぐらい受けましたかね、それはね。はい。 で、受け終わった後、その、電車の中で、受けた後ですね、その会場から誰よりも早く出てね、なんで出るのかっていう、出たその外で、えー、歩きながらですね、駅まで歩きながら、俺はこれにマークしたってことを全部ツイートするんですよね。それで、これは正解じゃないですよ。私が何にマークしたのかっていうふうなことなんですよって話なんだけど、まあ一応9割以上は正解しますから、だからほぼ、えー、それ正解と見ていいっていうふうなことでね、参考になるだろうっていうことでね、あと本当に受けてますよっていうふうなことで、試験の10分後に全部、そういうふうなマーク投下したら本当に受けてる。 っててことの証明にななななるるじゃいいですかか問題見れれわけけけんだから受けてなければね、うん、そういうなんかこう突撃レポートみたいなこともね、やってるんですけど、私そういうの大好きなんでやってたんですけどね。まあ、そういうこともしたりもしていました。とにかく今言った通り、行政書試験っていう風なものを受けて、それを合格っていう風なものをね、目指すと予備試験の卓越対策になるからいいよっていう話ですよね。あ、一個だけちょっと謝らなきゃないのが、ただね、前のね、ガイダンスの時にね、 1>, えー、1年目の入門講座聞きながら、その1年目のね、こう、秋あたりに行政書試験を受けるといいんじゃないかって話をしたんですけど、すいません、ちょっと、今年のカリキュラムだと、ちょっと先に刑事法とかがあって、ちょっと、私の講座の入門講座聞いてるだけだと、ちょっとその、行政士試験の必要な科目というふうなもの、秋までにちょっと講義終わらないっていうふうな問題あるんですよね。 だからそうするとちょっと私の今年の最新の講座を取るんじゃなくて、えー、他の、えーね、S 式っていうふうなもののスマホで司法試験っていうふうなものをやってたりするし、そうじゃなければ、まあ1年が私の講座聞いて、えーね、ちょっとだいぶ先になっちゃうけど、まあ2年目でね、行政書試験受けるっていうのも一つの方法かなというふうには思いますね。ちょっと今年受けようとなると私の講座受けてるだけだと、ちょっと行政書試験に間に合わないもんですから、全くの小学者だとね。 だからご自分でちょっと一部対策するか、さもなければ来年受けていただくことになってしまうというところだけはちょっと訂正したいなと思います。じゃあ前回おさらいはこれぐらいにしときましょう。その上で、じゃあ今日は4ページ目のからお話ししようと思うんですよね。合格する勉強法ってことで、第2の半括弧1っていうところ、ろここだけね前回お話ししたんだけど、結構大切なんで、これはまあ、あの今日もお話したいのかなと思います。 行政書試験だろう、予備試験だろう、使用試験だろうどんな試験だろうが、とにかくね、えー、この半括弧1の丸一丸二丸三というふうなことが大切なんだよっていうことですね、合格にあたって。その中で一番重要なのは僕、私は丸二番だとね、思っていますね。とにかくね、試験対策っていうのは、よく得意科目を伸ばせば言いますが、得意科目を伸ばすんじゃなくて、できないことを、えー、集中的に増やすっていうふうにした方がいいの、いうふうな方が合理的だと思いますね。 というのは、まず自分ができないことってすぐわかるんですよ。問題解いて解けなければできないことなんでね。だけど得意なもの伸ばすっていう何やれば伸びるかよくわかんないんで。まあ、結局、じゃあその得意なもの伸ばすんでも何やるかっていう得意科目のうち、できないことをできるするってそれだけのことなんでね。でか、全部ね、弱点科目、弱点潰しに試験勉強っていうのは集中するんですよね。だから丸二番だけやればいいんだよっていうふうなことになってくるわけですね。 ただ、その上でも、得意科目と苦手科目では、苦手科目の方が伸びしろが大きいです。ね。30点のものを40点にするのと、90点ものを100点にするのよりは、絶対30点のものを40点にするのが楽ですから。ね。だから、得意科目を伸ばすっていうのは、少なくとも、えー、試験科目が多い、司法試験、予備試験、行政試験ではお勧めできないです。 私立大学とか入試なんかだと、得意科目で一点集中で、こう突破するって方法もできるんだけども、科目が多い、えー、そういうふうな、今言ったようなね、えー、法学系の試験においては、そのやり方通用しませんから、むしろですね、試験によっては不、不、え、合、ー、足気に食らっちゃう可能性があるんですよね。大学受験だと、まあ、たね、 私なんかだとね、大学、国立の大学で、えー、まあ別に、まあ、各自じゃないんで、まあ、東京大学ですよね。東京大学なんかで、数学0点でも、まあ、当時は文系受かるって言われていましてね。えー、まあ、私はでもね、ちょっと暗記苦手なんで、あの、数学で点取ったタイプだったんですけども、ただまあ、設定してね、当時の東大は数学0点受かるなんて言われてて、これはまあ、東大の2次は足切りがないからなんだけど、科目ごとのね。でも、例えばさっきの行政主義だと、一般知識であんまり点数が低いと、足切り食らっちゃうんですよね。 合,合計得点がどんなに高くて、他が満点でも一般知識が全然取れないと足切りをやっちゃったりするんで,で、実はね、司法試験とか予備試験も、あの、そうなんですよね。足切りがある。何しは、あの、足、その、一、科目でも0点近いものがあると、もう合格者に追いつかの点数に達しなくなるような、あの、ものすごい、こう、ズバ抜けた点が取れないようになってるんですよね、司法試験って。特に論文ね。 予備も、論、あの、司法試験もね、論文式試験ね、1位でもね、満点6割なんですよ。で、合格点4割,4割ぐらいだと言われてますから、そんな問題出すのやと私言いたいんだけども、ちょっと問題がおかしくないかって私思うんですけどね。 まあ、昔ね、なんか問題がなんか一部の人にね、某 M 大学のね、教授なんか漏らして、それで満点近い点を取った女の子がいて、おかしいっていうよな話になったっていうな、2位との間の差がめちゃくちゃあるんで、おかしいっていうのはな、なったっていうなのも、結局1位でも6位ぐらい取れないようなね、試験、試験ものが出るからなんですよね。うん、だからまあそこはまあ教えてもらったかといってね、その通りに書くなよって話な。まあいや、ちょっと余計な話はこれぐらいしときましてね。昔そんなことがね、なんかずっと昔あった気もね、しましたけどね。 依然しようね、得意科目伸ばして、それで一点集中で突破しようって方式は通じにくいようにね、司法試験、予備試験はなってますから、要請書士だと一般知識低の一てとひどい目に合うよ、不合格になるよっていうふうなことなんで、やっぱり弱点がないように満遍なく取るようにするってした方が、やっぱり法学系の試験については向いてるのかなというふうにね、思われますね。 でその上で、ただ弱点潰しって言っても、出ないこといくら勉強しても仕方ないわけですよね。え物理勉強しました。科学得意ですよ。でも、集合品出ませんからって話になってくるんで、えーね、そんな極端な人は、ね、いないとしても、やっぱり、えー、出ないことをいくら勉強仕方がない。例えば民法だったらね、あの、学説を覚えるとかね。いや、別にあの、いらないんで学説ってね。あのね、その、 ちょっとこれは勉強始めた人じゃないとわからないんですけど、一応ね、法学の世界って、法律の条文に読み方で争いがあったりする時があるんですね。まあ、実務か全然その争い、実務やってると全く関係ない議論なんだけどね、これね。うん。だけど学者がなんか、えー、ね、これはこういうふうに読むべきじゃないって、他に読むべきだとか言ったりするんで、そういう学説を大学で。 で、学者を教えてるんですけど、実務では、その学者の言ってることって完全無視ですから、決まった通りに、えー、まあ、裁判所がこう言ってるからこうっていうふうなことを処理していくんで、で実際司法試験は実務化登用試験ですから、学者が言ってることいくら覚えても、全然合訓に役に立たない。で、行政書士に立って出ませんかそもそも出演されませんし、予備試験や司法試験でも全くそれ書かなくても合否に影響ないっていうか、点数上げるにも必要ないですね、実際のところね。うん、だから、 その理科やあの物理やる人はいないとしても、そういうふうにして、法学だからってことで大学で勉強した内容にしっかり復習しちゃうっていう人が、もしかしいるかもしれないけど、そんなことの人に仕方がない。だから法学部出身である人もないわけです。逆に言うとね。とにかく、その司法試験に出る、そういうふうな予備試験に出る、行政書試験に出るような勉強だけすればいいので、それは大学で教えてもらうものじゃないですね、実際はね。 まあそれは結局まあ、じゃどうやって学ぶかっていうふうなことは、あのすぐ後でお話しますけどね。だとにかく出ることだけをしなきゃいけないので、出ることのうちにできないことだけをやる。つまり、丸一と丸二の、ええー、ね、両方を合わさったとこだけやるっていうのが勉強法の極意なんだよっていうふうな話になってくるわけですよね。しかし、柴田さん、あの必要なことは何なのかわかりませんっていう話になってくると思うんだけど、それが全て集約されているのが過去問なんですよね。 よく過去問やれ過去問やれって言うんだけど、これは結局のところ、どういうレベルのものが要求されているか知るためなんです。やれば学説いらないことがわかりますから。っていう話ですよね。はい。だから、で、でさらに言うと、過去問をまずはやって、で、過去問の中でできないものをできるようにしていくってことだけやれば、丸二番の一と二を両方満たしていくから。過去問だけでは不安ですって人いるんだけど、あのさ、不安だと言ってる前に、まず全部できるようにしろよ,よって言うんですよね。 全部できるないってい,いかうか、そういうこと言ってください。ね。不安なんです。いや、でも、あなた、過去問6割はできないじゃないですかって言ってね。あの、不安がってる暇に全、まずはその過去問を、まあ100、100%言わないけどさ、9割、十十九割にしようよっていうふうな話になるわけですね。他にもよくあるのが、過去問も10回もやってるんですけど、合格しないんですって言われて、 うん、じゃあ、その過去問さ、どれぐらいの,の点取りっての、6割ぐらいですね、受かるわけないでしょって話になってくるんですね。あの、回数が重要なんじゃなくて、できるようにすることが重要なんだからって言ってね。そこはまあ、あの、なんか本当にね、あの受講、受験生の人と話をしてて、あの、私に相談する場でもないでよ、それはっていう風なね。 えー、過去問に、過去問って見たことある問題のはずなんですよ。1回目はそうじゃないけど、2回目、3回目、4回目、5回目やってたら、当然見たことある問題ばっかりで、見たことある問題解けないのに、見たことない問題解けるわけないでしょって話になるからね。だから、とにかくは、まずは、あの、どういう能力か要求さるか知った上で、最低限あの、見たことがない問題解ける力をつけるためには、やっぱり過去問ぐらい解けなければ、話にならないからっていうね。皆さんね、 ゴールを見て、そのゴールをいきなり到達しようっていう風なね、あの、100点満点切ろういきなり取ろうとするんですよね。そうじゃないでしょと。まずあなた20点、30点しか取れないんで、40点、50点取りしようよっていう風な、ね、その発想が資格試験対策にはね、いいんですよね。このいう考え方をしないと、まず迷いが生じて不安で勉強できませんし、実際そういう風なやり方で、 まあ少なくとも私はその言いり方で司法試験、当時の、えー、ね、全国で、えー、それこそ30人ぐらいしか受からない司法試験をそのやり方で受かってるわけですから、十分なはずなわけですよね。うん。大学受験も、まあ、現役合格ですから、私ね。まあ、今は現役合格当たり前なんですけどね、当時は受験生多かったからね。なんか今言って積み上げ式のやり方で、まあ、あの、かなり難しい結果っていうふうに出してるんで、ね。 だから、で、さらに言うと、知らないことは出てこないんですよ。柴田さんが、例えば賢いからできるんじゃないかってことよく言われるんですけど、でも、いくら、仮に私が頭がいいとしてもね、知らないことは出てこないじゃないですか。ね。で私はその過去問をやるとか、模擬試験をやるとか、その中でできないものできるようにするっていうようなことしかしてないので、知識はその範囲しかないわけです。 すみません。もう、じ、もう、自白します。今日はね、あの、確か、大学で民法不可と、英検2級、面接落ちたって、これよく言うんですけど、あともう一個、あの、よく、これあんま言わない話なんですけど、司法試験受かった時点で、憲法の条文も覚えてなかったですからね、ね、えー。表現の自由というと、確か最初に載ってるよねっていうぐらいのことで、21条なんか、20条なんか、19条なんかっていうふうなことを全く覚えてませんでしたから、でもそれで合格するんですよね。はい。 ま、講師をさすがに20年以上や、えっ、ー、と、あれはだから23歳からから、うん、20年以上やってますね。27年やってるわけだから、まあ、途中ブランクありますけどね。さすがにそんだけって言えば条文覚えるけどさ。うん、だけどいらないんですよね。司法試験の合格に条文覚えるの。論文で条文貸して、条文、6本貸してもらうし、白紙試験では、あの、条文の中身を覚えてることは必要だけどさ、文言をそのまま学んきてることは全く読め込れていないんで、ね。ええー、ね。 これは、ちょっと法律を使っちゃうけどさ、善意なのか悪意なのか、過失があることが求められるかとかさ、そういうのは出るかもしれないんだけどさ。だけどね、債務売り条文は何条ですかとか、そんなバカなんですかそんなね、日本史でね、えー、こうなんか、ね、なんだったかな。あの、世界史にしようか。ワイマール憲法は、えー、いくいくワイマール憲法、1919年できましたとかさ、そあの、年号を答えさせることあるかもしれないけどさ、司法試験では条文の数字答え答え全く出ませんので、そんなもんね。 ただ単に暗記していれば解けるような問題は逆に出ないですから、から逆にと暗記もね、あの、なんていうんですかね、その数字をまた丸暗記するってことの必要ないんですよね。丸暗記しなきゃいけない部分もあるけど、それは出るとこ決まってるんで、それも全部過去問やってて、それが解ける限度でやるっていうことで身にンつでい,いくんですね。というわけで、あの、丸一丸二の話だけでこんなに喋れるんだなって話になるんですけども、同じこと何べんっても聞こえると思うけど、ごめんなさいね。大切なことだから何べんってるのね。 あと、丸一の後半のまんべんなく勉強するって、これもね、難しいんですよ。なんでかというと人間ね、得意かもかは先にやりたがるんですね。私もね、ちょっと自己啓発と思ってね、ちょっと大学受験の勉強でも久々にやってみようかなと思ってね。まだ4日ぐらい前なんですけど、思いついて、とりあえず本を買って、あの、揃えたんですけど、<laughs> あの、これね。 で私やっぱ文系だから、日本史とかね、あと数学はまあ文系でも結構得意な方だったら、数学やるとかやっぱ嫌じゃない。国語も嫌じゃないんだけど、逆にね、全然やったことないね。物理やるとかね。あと英語やるってのはすごく嫌なんですよね。で、だから、じゃあまずは日本史からちょっとやってみようかなとか思うんですよね。 だけど、合格する勉強はそうじゃないんですよ。別に、まあ私は、その昔ね、その大学受験の際に、二次試験に対応できるぐらい日本史勉強してるわけですし、暇な時、えー、夜寝れない時、ウィキペディア見て昔、そういう日本史のこととか読んだりするとか結構好きだったりするから、今でも普通に解けるんですよね。だ解けるものって楽だからさ、そっちやりたくなっちゃうんですよ。要するに自分ができないとか、失敗したっていうような、そういうふうな経験を突きつけられた人間誰も嫌だからね。私だって嫌ですからね。 うん。だけど、嫌だけど、そこで、じゃあ、それが試験本番にそうなってしまうと大変なことになる、なるじゃないですか。だから私は、一番自分に身についていないものから、もし大学受験の理系、私文系だったから理系やるんだったら、じゃあ物理やりましょう。数三 C やりましょうってなってくるんですよね、これがね。はい。まあもちろん無理にね、それをだから嫌なことばっかりやる必要はないんで、 まあ私みたいに自己啓発だったら、特に、まあ私はだから半分ずつね、日本史の問題演習とか、そういう数学の問題演習を先にやりながら、同時並行で半分ぐらい、じゃあ物理数算やろうかなと思ってるんですけども、皆さんの場合はできるだけ自分にとって自信がないもの、苦手なものから先にやった方がいいのかなっていうふうな話になりますね。 まあもちろんこれから勉強始めるって人にとっては今言った話関係ないんだけどね。というのは、あの、小学生にとっては全て苦手だからね。だから全部前か順番にやればいいだけなんだけど、ある程度勉強済んでくると得意なものばっかりやりたがるから皆さんね。なんか勉強したっていうふうなことでアリバイ作りしたがるから、それじゃ意味ないんだっつうのっていうね。アリバイじゃダメ。能力伸ばすのと合格しないから。だからできないもの、不安なもの。 え、本試験できない困るものばかりやってほしいんですよね。しかも本試験でできない可能性が高いものばかりやってほしいんだよね。あなんかちょっと私もね、自分もちょっと自己啓発といえそういうのにちょっとやってみようかなと思うからこそ、逆にね、自分にもちょっと言い,いかしちゃうね、これね。えー、帰りもね、ちょっとあの、あ,あと、あとよくあるのがね、これ私もそうなんですけどね、勉強の前にちょっと部屋の整理制度をしようとかね、そういうのに見えちゃうっていうようなこともね、実際自分自身がね、最近経験してるからね、よし、先にこっちやっておかないとな、こっちやっておかないな、とかね。 うん、そういう、それは逃げなんだって分かっててもね、やっぱやっちゃうんですよね。まあ、あの、私の決めな気持ちがとてもとてもよく分かるないけど、そこをあえて自分の気持ちと反対のこと、逆なことをやると、それだけ受かりやすくなるというね。 私は柴田でよく S 式って言うけど結構だから S じゃなくて M の方が受かりやすいとかねよく言ったりあすいませんでしたあのこれでまた女性ファンがさらに減ったかなと思ってるんですけどもえそういうふうなね自虐的なもの受かりやすいっていうねそれが司法試験とか資格試験とかその試験の世界だよっていう話になってくるんだよねとにかくあの丸一丸二あの得意なものを伸ばすとか得意科目にうっかり逃げちゃうとかうしないで試験に出るものだけかつできないもんやれ つまり過去問の、まずは択一でいいから、択一をやって、その択一で 2, 2回目からはできないものだけやる。で、3回目、2回目できなかったものだけやる。これをまずは繰り返してもらうだけでいいですっていうのが、まあ、勉強法の極意になってくるわけですね。私がね、受験生の頃なんかだと、択一式試験はなるべく手を抜いて論文の勉強するっていうのが王道だったんです。 だけど皆さんはそうじゃなくて、とにかく択一で合格すらいいっていう風な話じゃなくて、9割以上取れるようにしてほしいんです、本番でもね。まあ実際そんなにいかないんだけど、それぐらい目標にしてほしいの。なぜならば、私が受験生の頃の択一試験っていうのは、あの、適正試験っていうみんな知らないかもしれないけど、公務員試験の数的処理みたいな、そういうふうな、あの、論文式試験と直接関係ない能力がかなりね、求められていたんだよね。 だからそんなものを極めても論文の合計に役に立たないんで、だからもうギリギリでも受かればいい。見られる能力が論文と択一で違ったんです、昔は。でも今はそうじゃなくて、えー、すごく素直な知ってるか知ってないかっていうふうなことにプラスアルファのような、まあ大学受験でいうセンター試験みたいな素直な問題が出てくるんで、そうなると択一式試験をやればやるほど知識が正確になる。知識が正確になれば論文も当然書けるんですね。あのさ、漢字って書くのと読むのみんなどっちが楽ですか 当然、漢字書く方が大変ですよね。それは正確に覚えないと漢字書けないからです。でも読む方は、なんとなく覚えてるじゃんね。なんか、ね、だから読めちゃうんだよね。でも書くって正確に覚えてんの書けないからさ。論文も同じです。正確を覚えてんの書けないです。ね。で、その知識どうやって覚えるんですかっていうと、大学受験の社会とかだったら、 まあ、一問一答とかやればいいのかもしれません。あんまりそういう勉強をお勧めしないと言われるんだけど、私はそれが好きで、結構、一問一答とかね、えー、なんとか用語集とかあと読んでたんだけど、あの、まあ、えー、司法支援の場合は、まあ、私も法律用語問題集っていうのを作ってね、まあ、ちょっと改定してないんで改定しようかなと思ってるんですけどね、出版社に嫌がられたらもう仕方ないから、自分で改定してネットでえ販売しようかなと思ってるんですけど、 ただまあ、私がそれ改定する前にそういう本がない。あ、でも入門講座を取ればね、ちょっと副業材ついてくると思うんですけど、私の講座だとね。その、法律用問題集みたいなのね。ただ、それがなくても、卓越式試験しっかりやれば知識身につくんで、でやればやるほど論文の力があるって考えてもらっていいです。知識が正確になれば。で、知識が正確じゃなくてさ、知識を思い出すのに時間かけたら、それだけ論文で、 えー、その問いに対して聞かれていることをどう答えばいいかを考える時間がどんどん減ってしまうんで、知識は思い出すのに時間かかって,てダメなんですよね。数学と同じです。司法試験や予備試験の論文はね。公式っていう風なものを、えー、それだけを思い出すのに時間かかってたら、応用問題解く時間なくなっちゃうじゃないですか。公式はもう瞬時に思い出さなきゃいけない。ね。 言ってて、俺、私ができるなるかって言って、できない、できるなる自信がもう今ちょ50だからないんだけど、あの、まあ、しかも使用心を買っていうのやらなくてもいいからね、大学受験別にね。自己啓発ですから。でもね、本当の買いたいんだったら、それやらないと、あの、受からない、受からないっていうか、それぐらい勢いでや,やれないと確実に受かんないですよ、やっぱりね。大学受験の基本だから同じなんですよ。理研、論文は理研近くて、択一は文献近いんですけどね、そこね。 でも理系でも今言ったみたいに公式は、あの、いちいち導き出してより覚えてとか早いに決まってるんで、ね。同じように知識はきちんと覚えておいた方が論文の考える、その、本当にその問題の難しい、その場で考える対応しなきゃいけないっていうふうな部分に、を、対応に、数学の応用問題と同じで考える時間がたくさん取れるからさ。だから知識は正確にもう瞬時にパッパッと出てくるようにしなきゃいけないんですよね。 そうするための方法はもう簡単です。択一が9は取れず簡単じゃないですけど、あの、方法は単純です。ね。択一をただ合格すればいいじゃなく、もうトップ合格する以外に勢いでいくこと。実はそれぐらいの徹底的にやれば論文もね、4割ぐらいいっちゃうんですよね。本当の難しくて考えなきゃいけないようなところね。 あの、司法試験とか予備試験の対策しよう、別の予備校だと、そこら辺で6割取るにはどうすればいいかみたいな、1位取るにはどうすればいいかみたいな話なんだけど、そんなもんどうでもいいですからっていうのが私の考え方で、とにかく4割取って合格せばいいんだからね。そのための方法で確率なのはやっぱり択一で点取ることなんだよね、実はね。だからね、もう正直ね、行政所試験目指せっていうのは、イコールね、予備試験の択一式試験の対策ばっかやるんでいいっていうぐらいの勢いではあるんだよね、私ね。 そう言いながら私の入門講座と一緒についてるのが論文の講座がついてるから、あのちょっとそこら辺のところは卓越演習みたいなのもつけた方がいいんじゃないかなと私思ってるんだけど、まあ自分でもできるからね、卓越の勉強はね。論文はね、確かに自分で勉強するっていうのはかなり厳しいですよね。論文書いても誰も添削してもらえませんって言うとなんかかなり虚しいものがあるから。 やっぱり論文は、まね、自分でできないから、入門講座と一緒に論文も今からちょっとずつやっておきましょうね。字を書くに慣れておきましょうねっていうようなことは意味があるかなっていうふうに思いますけどね。まあ、とにかく、ただ重点は、とにかく担当式試験に、えー、まあ、そのギリギリ受かるとかじゃなくても、上位で担当式試験合格するような力をつけるのが、そのまま論文突破に役に立つから、それを目指してもらういいよっていうふうな話ですよね。 あとは、で、丸三番で、私が言ってるのは勉強法って、どうなんでしょうね。5年ぐらい前は、そんなもうね、えー、10年、15年前ってなってくると、えー、ね、まと、から、その、論文、い、まだに論文重視なんですよね。昔の司法試験の影響を受けてるから、あと放課でいのに影響を受けてるからだと思うんだけど、予備試験、司法試験の対策、いまだに論文重視な感じがするんですよね。それ、私が受験する時だっつうのっていうのが、それ、いまだに引き継いだってるから、予備校がね。 今、もうここし、ちゃんと過去問を解いていれば、あの、そうじゃないよっていうことわかるんですけどね。で、だから私に言ってことは、もしかすると司法試験の世界では少数かもしれないけど、でもそこら辺のところはあ、根拠があるよね、理由があるよねと思ったら、ある程度は他の人やってないこともやるってことは大切かなと思っています。これが丸3ですよね。難関試験って、他の人同じことをやってるだけでは合格しないんですよね。 あの、なんでかっていうと、もともと予備試験って5%ぐらいしか受かんない試験だからね。まあ、まあ、今の司法試験はそんなにね、合格率低くないけど、それでも受からない人の方がずっと多い試験だからね。うん、だから、あの、みんなと同じことは当然やった上で、さらにそれを、さらに壁を突き抜けることはしなきゃいけないんですよね。でそれをどこで突き抜けるようなことをやるかは皆さんなりに、えー、だから、皆さんなりの得意、そこはじ皆さん特性と生かしてもらうしかないと思うんだけどね。 私はそれが勉強法だったんだよね、結局。他の人はやってないかもしれないんだけども、だけど合理的、こっちのは合理的だよね、みたいなことを自分で頭で考えて理屈つけて、これイコール自分がいかにこうサボるかっていう理屈だったかもしれない。結果は出したいけどサボりたいっていう贅沢な人間だったんで、だから集中的に何をしなきゃいけないかっていうことを自分でまあ勉強しながら考えていったんだよね。それで、それこそ私が受験生の頃は、 本当にもうね、あの、今、問題演習、今でこそ問題演習重視になってるけどさ、まず本を読むことが勉強のほぼ9割方だったんだよね。で、答案練習会とか、そういうの模擬試験受けるのは、本試験受ける直前だけみたいなのが、私が受験生の頃のね、司法試験勉強しかだったんですよね。今、で、大学受験ですらね、昔はね、そうだったんですよ、本当に。 もう今、もうそんな三四40年、50年前のこと言われてもみんな困るかもしれないんだけど、まあ、今やだえええ、ちょうど私の頃に大学受験は、でも問題演習が重要だよって話で、いわゆる中高一貫とかで、医学部とかさ、そういう難関の大学に合格するような私立の中高っていうのは当たり前のように問題演習重視やってると。早めに知識のインプットを終わらせて、 え、で、ね、それこそ中学校の3年間で、ね、高校までの基礎的なことを終えちゃって、残り問題演習するぐらいの勢いでやるっていうのが、もう常識だったんだけどね、すね。でもそれより前、わ、それ、昔は大学受験でも本を読むのが勉強だったし、司法試験でもやっぱりそれが引き継がれていたんですよね。で、で、私は、その本を読むのは勉強だった時代に、いや別に大学受験の同じでしょっていうか、それ以外に私ね、そのさっきが言ってる通り、その本試験で問題解ければ受かるんだから、 だから問題、まずは問題解きのしようって言って、本を読むより先に問題演習をやったんですよね。こう周りの人でそんなことやってる人誰もいなかったんだけど、問題演習重視で基本書を読むってことは、あの、基本書とか学者の方は全く読んでませんでした。よく考えると大学受験の子だって、英語の参考書前から順番に読んだしないと思うんですよね。社会科だって、教科書は読む人いるけど、参考書、分厚い参考書前から順番読むって人あんまりいないと思うんですよね。 まあ読んでたって人はごめんなさいだけどさ。うん。で、まし、すうん、はい。で、数学なんかの参考書も結局あれは問題だけ解いてればね、いいんですしね。うん。とにかく参考書本を本読んで勉強するって方式は、まあ、あの、本当にそんなんで、本試験で問題解くんだから、問題解けにならなきゃ話にならないよねって思ってたんで、だから問題演習しかしない。 で、ま、わかんないとことか、間違えた問題の、その、どうすればち、次正解できるだろうかっていうときに、わかんないことだけ調べるってやって、それで、まあ、民法不可取ってても、司法しなかったんですよね。それこそね、あの、卓越試験、当時60点満点で59点とかね、模擬試験取ってる人が、えっ、ー、と、一緒に受かりましたかね、論文、その、大学の、その、もっとかも言うばっかりの人間と、一緒に私は、あの、大学で劣等生定を一緒にしようしなかったんだよね、っていう話ですよね。 これは結局問題演習中心の勉強っていう風な、当時はや、今では常識だけど、だけど当時は誰もやってないことやったからなんだろうなと思うんですよね。今は勉強法ではただあんまり差がつかないから、ただそれでもね、あの今言ってる担当式試験重視っていうのはあんまり言ってる人少ないと思うんだけど、私はそれが今だったらおすすめかなと思います。とにかく知識が正確にするのはそれは一番だからね。っていうことですよね。で、その上で半角弧にいきましょうか。 えー、能力が伸びる勉強方法。大体もう丸一丸二丸んで喋っちゃったことが繰り返しになるかもしれないんですけど、まずはやっぱり自分を型にはめる。これがすごく大切だよねっていうふうなことですよね。目標の設定、計画を立てる、時間を計るとかね、書いてあるんですけども。えっ、ー、とね。このうち、まず一番最初、これ順番としては時間を計る。えっ、ー、と、そうだな。何か言ような。 えっと、勉強しかとしては問題演習中心やってくださいって話をしたんだけども、その問題演習を中心って言っても、なんとなく問題を解いてるだけだと、最後まで試験日まで問題解き終わらないっていうふうなことが起きるんですよね。そういうふうにならないようにするにはどうすればいいのかっていうと、まずね、例えば、20問でも30問でもいいし、1日ちょっと問題解いてみればいいんだけど、自分が なんどれぐらいの時間で問題解けるかっていうふうなことを測るところから始めるといいと思います。なんでかっていうと、自分がどれぐらいの問題解けるかと知らないと計画立てられないかったんですね。よくね、計画をまず立てて、その計画に沿って勉強していくって人いるんだけど、大抵雑誌するんだよね。それは自分の能力と全く関係ない、いきなり計画立てちゃうからなんですね。 あの、いき、ね、スポーツで言うとね、じゃあいきなり今日、いきなり40キロ走ってみようみたいな計画を平気立っちゃうんですよ、皆さん。でも勉強だと、なんかできる気がするんですよね。40キロ走るとかだと、できる気がみんなしないんでやらないんだけど、ね、えー、夏までここも全部解こうとかね、そういうふうな大雑把になんか目標決めちゃうんだよね。うん。 でだけど、そうやってやってみて、えー、その自分の能力と全く無関係に立った計画っていう風なも全く無関係に計画立っちゃう人多いから、だからやっぱ挫折しちゃいますよね。だからそうじゃなくて、まずは最初に自分が過去問を解くのにどれぐらい時間かかるかっていうふうなことの、それを時間を測ってみるっていうところからやるんですよね。これ特にね、難しい試験であればあるほどこの発想ってとても重要なんですね。 一番ね、この発想でいかなきゃいけないのが、口述試験です。予備試験は口述試験という面接試験があるんですね。これは9割の人は受かりますが、まあ、出題範囲はものすごく広いし、論文試験が受かってから、口述試験の、あの、で、論文試験がなかなか受からないから、口述の対策ってゼロの人はほとんどなんです。論文の合格発表があってから、その後に口述試験まですごい短い時間で全出題範囲を見直さなきゃいけないって話になってくるんですよね。そういうふうな時に、 え、まあ、その贅沢な結果立てたって、できるわけがないんで短すぎてね。1ヶ月後にもうすぐ試験ですとか、えー、試験全範囲ですとか言われたってできるわけがないから、ね、7科目全部やりましょうとか言ってね。だからその枠内でできることで、自分に一番効果的なことを考えてやるってことが、特に工述試験の場合大切なんですよね。私の場合は確か4日しかなかったんですよ。論文の合格発表がここで詰まってはいないね。当時の試験制度だとね。 だから仕方がないから、もうじゃあ1日1科目。当時はでも六科目、行政はなかったんで6科目だったんですけども。じゃあ1日1科目しよう。それで過去口述試験の過去問だけ見に行こう。それが多分一番効果的だというふうに思ってね。それで過去5年間分をやろうと最初思ったんだけど、やってみたら5年間読み終わらないから、じゃあ過去3年分減らそうとか言ってね。それで過去3年分間は最低限、全科目見て臨むなんていうふうなことでやったんですけど、 とにかく、あの、あ、これってできそうにないよねって思ったら、常に自分の計画は変更しないし、えー、わけですよね。だから常にね、そう言って自分がどれぐらいできるかっていうふうなことをよく判断してからきちんとして計画立てなきゃいけないんですよね。これね、やらない人すごく多いですね。よくさ、おのろ知り、で、えー、敵を知りおのれ知れば100戦危ぶかわずってね、言いますよね。で、 まず適を知るっていうのは過去問を徹底的にやるってことなんだよね。司法試験とかそういうような試験対策の場合ね。これはみんなやるんですよ。ね。だけど、おねを知るっていうようなことがやらない人はすごく多いんですよ。未だにね。やっぱり自分の能力を知るとね、絶望したくらい、私もそうなんですけど、最初こんなもんできになるのかってやっぱ思いますから、試験問題見るとね。えー、私もね、物理の教科書1ページ見て大丈夫かなって思ったんですけど、ある程度見ていくとなんか意外と、あ あ、これって、あ、こういうことだったんだっていう発見があって面白いなと思うんですけども、やっぱり最初はね、このディケッなのかなって必ず思いますからね。えー、とにかくね、本当にね、あの、おのりを知るっていうふうなことをね、なかなか皆さんにやろうとね、しないんですよね。うん。まあ、もっとね、あの、たなんていうんですかね、確実に不合格を避けるにはそもそも試験を受けないっていう方法なんですけどまあ、それは戦でと戦わないっていうようなことなんですけどね。 絶対に勝てるって状況以外全部戦わないっていうね。あの、それが実は、あの、損死の標法の極意だって言いますけどね。当たり前泥っていううなことなんだけど、その当たり前ことはみんなできない。無謀な戦いに出ちゃったりね、するし、もう戦わせないっていうふうな時でも自分の能力とか無関係に、えー、だから計画立っちゃったりするからね。だから皆さんの場合はも単純で過去問を、えー、自分は1時間どれぐらい解けるか、1日どれぐらい解けるか、 ということと、あと一週間にどれぐらい自分が勉強時間取れるかっていうこと2点を最初に研究するんです。でその枠で、例えば、お、俺は過去問20年間もできるよねとか、このペースで20年間やってたら絶対終わらないよねとかわかるからね。うん。だから、とりあえず1週目はちょっとこのペースでいくととてもじゃないけど、まあ、やっぱり最低3回ぐらいはやることになるから、過去問ね。うん。1回目できたものは別に2回参加しなくていいし、 できない問題は100回、200回にしなきゃいけないんですけど、まあでも、そうなん言ってもやっぱ目安としてはやっぱり3回ぐらいやると結構できるようになる問題が増えてくるのは間違いないんだよね。そ3回ぐらいやるっていう前提で計画立てるってなる,なるなところから、おのずから20年間分できるのか、とりあえず過去も10年間分ぐらいしかできないかってことが計算できてくるから、それを本当に計画の一番最初のところにやっとくってことは大切なんだよね。 だから自分を型にはめるっていうふうなために時間を計って計画を立てて、その時間、その今言った通り1週間どれぐらいべ、えー、勉強時間取れるか。人によって違うからね。で、あとは、あの今言ったみたいな、その自分が1時間とか1日にどれぐらい問題を解けるかっていうことによって解ける問題の数が変わってくるから。この2つを測っていく計画を立てて目標を設定する。で、設定したらそれは自分でこなせるはずの計画です。 でしょ今、自分能力を見て作った計画なんだからね。でそれこなせないってことは、サボってるんですよ。ね <laughs> って話になるからね。だから、その立てた計画は何が何でも守る。ね。あ、今日はちょっと友達誘われちゃって、夜もね、お酒を飲みに行って、あ、次の日にね、だって頭痛いから、じゃあ明日からやろうとかね。あの、まあ、一回二回っていうか、私はま、一回二回動画もっとあったような気がするんですけど、ただからそれに流されてばっかり行くと不合格というね、道が待って、待ってますから、 そこら辺は一週間とかの、一週間どれぐらい勉強時間を取るのかっていうふうに測れっていうのは、一週間で言えばそこら辺が立て直しが効くからなんだよね。やばい、月曜日、火曜日サボっちゃったから、じゃあ残りの4、よえーねえー、だから5日間何とかしようとかで,できるからね。一日に何時間勉強毎にしようっていうのは無理です。日によって忙しい人、忙しくない日があるからね。だから一週間とかの単位で考えるといいです。それは。はい。 そうやってして計画立てて、で、立てた、自分がこなせるはずの計画立てたら絶対にそれを守るってことだよね。これが、自分を型にはめるってことですね。つまり、あの、こなせないような計画では型にはめられないんですよ。無理、無理なものは無理なんだからね。だけど、その、これってやらないとちょっとできるはずのようにできないよねってことが分かると人間頑張るんですよね。もっと分かりやすいのは、まあ、やっぱりね、あの、無理やり模擬試験申し込んじゃう。 で、模擬試験申し込めば、その日まである程度勉強して力つけないと大変なことになるってわかるから、その日まで頑張るとか、いろんな方のハメ方ってあるんだけどね。ただ、模擬試験の場合は、まあちょっと難易度が、それがすごい高すぎて、あの、どうしようもないまま受けるってことになってしまう恐れがあるから、やっぱり何度も言うけど、今言ったみたいに自分の能力から見て、無理のない方にはめ方するのが一番なんで、やっぱり計画立てるのが一番いいんだよね、そういう意味でね。はい。 で、そういうやり方で立てた計画だったら、あの、実はね、その今言ったみたいに、できないのは自分がサボってわかるもそうだし、合格できなかったっていうふうなこと万がちになっても、そんなに悔しくないです。もうこれぐらいしか今年はできなかったのが仕方ないよねっていうふうに諦めついて、気持ち切り替えて来年頑張ろうってなるから、これも大切なんで、不合格だったら俺はダメだって悩んでるだけの時間が多いのが一番ダメなんで、それがね、切,切り替えを早くしましょうと。 切り替え早くするためにも、こなせるはずの計画を、きちんとこなしていくってことが大切なんだよね。はい。あと、スモール B で、えー、あ、スモール A か。甘やかさない方向にして時間が効率化えるっていうのは、まあ、これはさっき言ったみたいに、自分がサボってことがわかる、わかれば、あの、時間を効率よく使えるっていうふうなことですよね。 で、あと、スモール B で全部学ぼうと思わないっていうのは、あの、さっき、あの、先に20年間分やろうとか、どれぐらいやろうか入っちゃう人多いんだけど、そうじゃなくて、えー、じ、皆さんなりにどれぐらいできるか違うから、その枠内だけでやればいいですよっていうふうなことですね。全部学ぼうと思っちゃありません。満点も狙ってはいけない。ね、満点狙っちゃいけないなんて当たり前なんですけど、というのは、論文に至っては1位でも6割なんだからね。<laughs> で、択一でも別に満点取らなくて、満点取る、取るっていうふうなことは、あの、私でもね、行政試験でも、まあ、300点満点で私確か270点とかなんで、やっぱ満点は取れ、なかなか取れないですね、これね。うん。でも270取れば多分全国10位に入ってると思うんですよ。さすがにね。うん。だから、で、そんな全国10位とか入らなくていいでしょ別に10位だろうが、あの、ギリギリかろうがみんなもらえるしか同じなんだから。 そこら辺はね、あの大学受験の中の医学部なんかがね、そんなとこあるんですよね。医学部なんてさ、なんか理算なんて別に受かんなくてもね、いいんですよねっていう話ですよね。行っても、あの、才能を無駄遣いだよねっていうね。どこ行ってももらえる安静でス同じなんだからっていうね。医学部だけ、そういう意味では結構特殊だっていう話ありますけど。そういう意味で司法試験だって、なんか無駄にね、なんか、あの、エベレストがあるから登るって人は人間多いんで、それはそれで否定はしないんだけど、それは趣味でやらなきゃいけないって話になってくるんだってね。 受かりはそれでいいんだよっていうふうなことでやって、えー、やってもらえばいい。そうすると、あの、さっき言ったね、自分の能力だと過去10年間分ぐらいしかできない。過去10年間ぐらいでは、なんか不安なんですって人はいるんだけど、それは仕方ないよねって言って諦めて、まずはそれ,それだけでもやろうっていうふうな気持ちが、あの、切り替えができるからね。柴田式勉強の極意は無理をさせないことなんですよね。っていうか、正確にはちょっと無理をさせるっていうのが極意なんですね。あの、無理しないと合格しないんで、 ねあの、ただ、無理させすぎると絶対こなせないから、ちょっと無理をするっていうのが、極意なんですよ。筋トレと同じです。筋トレも、あまりに重たいもの動かないじゃないですか。かとい、怪我しますよね。あんまりむっちゃするとね。かといって、あんまり軽いものひょいひょい上げてるだけでも、持久力つくだけで筋,筋力つかないから、ちょっと負荷をかけるのがいいんですよね。っていう話ですよね。 というわけで、あの、そういうふうにちょっと負荷をかけるっていうような、そういう勉強のプログラムを自分なりに皆さん立ててほしいんですね。っていう話をしてるんです。これ全部ね。あんまり簡単なのは良くないし、かといって難しすぎるのも良くないから、だからそういうふうな、ちょうどいい頃合いの計画なりの負荷なりか,かけたよね。その手段が時間を計って、えー、どれぐらい自分が勉強時間を取れるかから入るっていうふうなのが極意なんだよね。はい。 あとは、まあ、えー、っとですね、計画の要請、時間の使い方が学べるなんてあるんだけど、これ試験ですごく重要なんですよね。試験の本番の試験の時間だったら、その短い時間の中でうまく時間を使うってことは必要になるし、もちろん、あの、行政処試験、司法予備試験って1年1回しかないから、その1年間の時間の使い方って長いスパンでも時間の使い方ってとてもとても大切ですよね。うん。 だけど、計画立ってシミュレーションしていけば、そこら辺の時間の使い方が無駄なくね、使えるようになるんですよね。あと、模擬、さっき言って過去問中心、模擬試験中心を勉強していけば、実際のその本番での時間使い方っていうのを学べるからね。だから、今ずっとお話してきたことをやってるし、まあ、いやこれ、なんかいろんなこと喋ったように聞こえるんだけどさ、まずは、とにかく、 自分がどれぐらい問題解けるかっていうことと、ことと,と,と、えー、と、あとは一週間どれぐらい勉強時間取れるかっていうところは計画立てないだけなんですけど、実はやってくれっていってことはね。ただ、それをやるとどんなに効果的かって話してるだけなんで、これはね。あとは、まあ、実際、そある程度勉強が過去問全部一周したぐらいで模擬試験は、模擬試験は受けられるだけ受けてほしいんですよね。その上でね、実施されてたらね。 そうすると自分がどのぐらい力をついてるかが、やっぱり初見の問題、初めて見た問題を解かないと、自分がどれぐらい力をついてるか分かりませんから、ね。で、ある意味私が行政書試験をお勧めするっていうのは、その予備試験受験のためのプレテストになるからなんだよね。結局行政書試験、あの、模擬試験を受けるっていうのは本試験で、時に、本試験の時に自分ができないことを初めて知ったっていうのはまずいから、模擬試験を受けておいて自分ができないことを洗い出してくんだよね。 その、最も、実は一番精度が高い、えー、こう効果的な私、えー、プレイ予備試験が私、行政試験だと思ってるからね。そうすると、行政試験を受けて自分ができなければ、これは予備試験もやばいよねっていうふうなことをわかるからね。っていうのもあるんだよね。はい。あと、そうだな、計画の行線の次の次に書いて、時間は少なめに勉強で少し多めにっていうのは、 一週間どれぐらい勉強時間取れるかっていうふうなことについて、これもね、皆さんね、あの、無理をしすぎなんだよね。<laughs> あの、ね、無理をしす、無理をしがちなんですよね。よし、これぐらいできるとか言ってもね、実際できなかったですんで、これはある程度、まあ、その、勉強してって、無理だなって思ったら多少減らしてもらっていい。ね。で、勉強量少し多めにっていうのは、あ、私、一時間に、 一問しか解けませんっていうは。これはちょっと困るんですけど、あの、ね、えー、ね、それはちょっと困るんですけど、あの、本試験ではね、もっと解かなきゃいけませんから。ね。だけど、まあ、あの、一、まあ、だから一時間に、でも答え合わせとか入れてると、最初は3、4問5、5、6問かもしれないんだよね。で仮に5、6問だと思ったら、もうちょっと欲張って、じゃあ、なんとか頑張って10問やろう。8問やろう。っていう風な感じで目標を立ててほしいんですよね。 自分が取れる時間は1週間に多分1日4時間勉強するとして、で、えー、週に5日勉強するとして20時間取れそうだと思っても18時間しとこうぐらいでいいんですよね。で、その中で勉強量としては、私は1日、1時間に5問ぐらいしかできないけど、7問ぐらいやるっていうふうな計画しようっていうふうにするといいんですよね。で、その中でも、まあ、あのね、えー、実は、 7問ぐらい必要って言っても、やっぱり5問ぐらい解けないかもしれないから、今日は5問しか解けなかったけど、それでいいやっていうふうな、え、に、え、ね、最低限頭痛くっても酒に酔っぱらの二日目でもやるっていうのが、今言った1時間に5問っていうふうにしとけばいいんですよね。でもできればそれを6問7問やるっていうね。いうふうに、そうやって計画2段階に設定するといいですよね。これドラゴン桜にも書いてありますよね。あの、東大受験のなんか漫画ね。そういうの、新しいお字が古い方に書いてあったんですよね。 私はさらにこれに加えて、今日調子いいなっていうふうな時に、調子いいなよし、じゃあ今日はこのまま遊ぼうってんじゃなくて、もうちょっとやっておこうって言ってね。さらに3段階目のもう、もう、もうちょっとやろうっていうのを設定しましたけどね。目標ね。僕たちはあの、ドラゴン桜みたいな目標を最低限っていうのと、あの、最低限の目標と、まあ、本来やるべき目標に2つにしろって話を、さらに調子がいい時はもっとやるっていうような目標もね、設定しましたけどね。 こういう感じで勉強していくといいんじゃないのかなというふうに思っております。えー、っと、あと、もう時間がなくなってきたんで、半括弧3と半括弧4を端的にね、お話をおしまいしたいと思います。まず、地域習得の方法っていうんだけど、これはもうくどいようだけど、過去問やればいいです。少なくとも、あの、過去問だけ足りるんですかっていうふうな疑問を持つ前に、あの、まず過去問、もし足りないって思うんでも、それでもいいから、えー、もう、繰り返しますよ。足りないんじゃないですかっていう人に限って、過去問レベルも身についてないから。 まずは過去問レベルやって。その、それで足りないんじゃないかってことを言うことは後から言ってくださいって話になるからね。実は大体過去問の範囲で知識のレベルとして十分なんだけどね。なぜなら満点と一緒ないからです。ね。あの、満点取ろうとしたら確かに過去問だけで足りないんだけどね。うんだけど別にあの満点らなくて合格するんで、そういう意味ではあの過去問だけ十分です。っていう話ですね。あとは、いや、そうだ、これも重要だ。 さっきから問題演習しろ、問題演習しろって言ったけど、いきなり問題演習はやっぱり無理です。お経を読んでるの同じです。多分今私が、えー、物理とかのね、え、やつ、えー、まあほ教科書40ページしか読んでないんで、あの、後半部分とか問題とこと無理だと思うんですよ。電気とか全,全くやってないんで、だからそれを問題見てお経を読んでるだけだと同じになっちゃうんで、だから過去問の前に入門講座を聞いて、 知ってることを6割ぐらい、10のうち5か6ぐらいも、もしかすると3か4かもしれないけど、それぐらいにしておいてほうがいいと思いますね。そうしないと答えの意味も分かんないから。Google で調べることもできないからね。あのもう、はっきり言っちゃうと、入門コード受けた後は Google 調べればいいです。あ、言っちゃった。<laughs> <あ>の, <laughs> の、だから私は、料金コードはやるんだったら、問題演習コードじゃないと意味がないと思っています。だから REC はそういうふうな体験になってるはずです。 昔に私が口酸っぱく言ってそういう体験させましたから。合格っていう意味では、それはちょっと私は、さっき、あの、試験問題解けるしないと、試験も、あの、合格しないんで、講義聞いてるだけでは問題解けにならないから、ある程度知識つけたら問題解きながら残りの知識は身につけるんですよ。ね。だからまず入門講座はさすがに必要です。さすがにね。いきなり過去問はちょっとさすがに無理です。ハード高すぎです。ね。さっき言った、こなせない目標になっちゃうからね。 だから、まず入門講座聞いて、ある程度ハードな訓練についてきて体力つけてから過去問をやるんですよ。ね。っていうことですよね。あとは、丸二番で暗記には繰り返す時間しかないですよっていう当たり前のこと書いてるんですけど、だからどうするかというと、えー、ね。えー、結局は、あの、ね。講義を聞いてテキストりもやり方がお勧めできないのはで、出ないことがいっぱい載ってるからなんだよね。 でも過去問は基本的に出ることしか載ってないんで、過去問中心でそれを繰り返すやり方をすれば、必要なことだけに時間をたくさんかけられるんだよね。純度が高い合格品でことだけ身につけられるんですよね。だから過去問やってほしいって話になってきますね。はい。あと5番、解放技術の身につけ方。これは論文用ですね、これはね。 卓越は、この半括弧4っていうのはあんまいらないです。私が受験生これものすごい必要だったんだけどね。数的処理みたいな、方学の知識を使って数的処理みたいな、なんか適正、そういうものを解かせるみたいなもんだったんで、あの、大変だったんですよ。ね。国語とのその文章理解とね、本当にそういう数的処理を両方を合わさっている問題をさらにね、え、んだったかな。あその方学の知識使って解くっていうね、そういう異常な問題だったんでね。解本技術が、 択一も必要でしたが、今は論文だけでいいと思います。この解本技術っていうのはね。まあ択一でもね、まあそのいろんな模擬試験解いてるときに時間の使い方とかね,、えー、ね、まあそういうふうなものもないわけじゃないんだけど、まあそんなに高度なものは今要求されないんでね。で、論文式試験はそれに対してかなり技術必要です。やっぱりね。 で、ちなみに論文式試験の論文書くとに必要な技術はそのまま実務についてから裁判所に出す文章を書くのに役に立つから、これはすごく意味があることなんだけどね。単なる受験テクニックじゃないです、これはね。で、そのやり方はどうやってやるかっていうと、まあちょっと早いんだけども、最後にちょっとだけ言いますと、これは論文の問題集の問題答えをいきなり読むのがおすすめです。な、あの、いきなり解こうと思っても、どんな答えを書けばいいのかかイメージも湧かない。 イメージが湧かないようなものは絶対的になりません。ね。私もね、いろいろ、まあ前、町長とかやってた時もね、新しい、どこの自治体でもやってないよう策息いっぱいやってたんですよね。まあそれでちょっとやりすぎてちょっと職員嫌われちゃったんですけど、それちょっと置いといてですね。<laughs> あの、本当にその全く新しいことをやったんですけど、ただそれも思いつきやるんじゃなくて、頭の中でできそうなイメージが湧いてから初めて、これをこう順番でこうやってみなさいっていうふうに指示をしてやってたんですよね。 やっぱりね、イメージが湧かないとできるようにならないからで、その合格する答案のイメージをつけるためには、それは答案を読むのが一番早いんだよね。ついでに言うと、答案を読んだ、読んで、えー、それで方角を理解を進めた方がいいです。講義聞いた後はね。なんで、そこに書いてあること以上の理解する必要ないんだもん。それが合格答案なんだから。合格答案に書いて以上の理解を、方角を深い理解はいらないですからね。 ですから、さっき言った必要最小限度の能力を身につけるっていう意味でも論文の問題と答えを読むっていうのは、あの、論文が書けるようになるだけじゃなくて、法学の勉強にもとても有用なんですよね。最低限理解しておかないといけないことが端的に身につくからです。ね。そえー、さらに書き方を身につきますからね。あ、そうか、こんな風な文章を書くんだ、みたいなね。 まあ、ただね、それはね、予備校によって答案の質にばらつきがあるんですけど、多分今はかなり質が高まっていると思うんですけどね。実務家絶対こんな文章が書かないよねっていうふうなひどい文章は昔はですね、あの、大込んたんで、ね。まあ、実はね、あの、東大の人って司法試験借りやすいんですよね。なんでかっていうと、東大入試の国語で要求される力と同じなんだよね。論文式試験の司法試験、予備試験で求める力がね。とにかく、えー、ね、 え、副文や十文は使わない。段落はもう6、え、六、六行ぐらい書いたら段落変えるっていうふうなことで、皆さんがメール書くときよりのに近いような書き方した方がいいんですよ。端的に短い文章のつなぎ合わせ、ポツポツって書いていくのがいいんですよね。でもそういうのもやっぱり当案読まないと身につかない、わからないよね。うん。で、ところがね、勉強がすごいね、してる人ってものすごい長いダラダラした文章書くのが学者っぽい文章っていうんだけど、そういうの書くのが好きな人多いんですよね。 勉強好きな人ほどね。でもそれはね、合格しにくいし、実務化そんな文章書かないから。ね。高等裁判所の長官をね、歴任したっていう風な方の手形法の本っていうのは、まあ今は手形ってもう全くどんどんなくなっていくもんだから、今そういうものはほとんど択一とも出るかどうか怪しいような知識なんだけどさ。ただ私はその高等裁判所の長官をやった方の本を読んで、メコラウろコーチって言ったんだよね。むちゃくちゃ簡潔なんですよ。学者の文章全然違うんで、 で、当時、私、受験生の頃は、そういうふうに実務家の文章を触れる機会なかったからね。で予備校の答案はというと、学者のその本を写して書いてるから、学者の文章ばかりだったんで、だから、本当に合格する文章を触れられなかったんだよね、当時ね。今はそんなことはない。最低限私が答案書こうと思ってるこれからバンバンね。うん。だから、そういうので、どういうのが合格する答案のイメージか。むしろ、その、 簡単に書けそうな文章に見えると思いますよ。そっちの方が、なんていうか、合格する答案なんですよ。読みやすく簡単に書けそうな文章の方が合格答案の書き方だからね。ということも論文の問題をもっとわかるんだよね。まあ、今は論文の勉強はお話を深いところにするのはまだまだ早いし、早いので、今日は触りだけ論文をお話ししました。それはとにかく問題答え読めって話なんですね。 ま、択一でもそれでいいんだけどね。一週目もきつかったら問題こと読むでもいいんだよ。それね。択一もね。うん。で、全部読んだら2回目、じゃあ解いてみようでいいんだよね。うん。で、論文はそれを、まあ、択一はでもいきなりやってみると解けたりするんだけど、論文は解けないんで、絶対皆さんが問題こと読むって勉強した方がいいよねって話になるということでね。はい。というわけでもう時間はね、十分1時間経ったと思いますから、ここで今日の講義を終わりにしたいと思います。ね。いや、なかなかね、全然終わらないですよね。ちょっとね。 え、また次のガイダンス来てもらわなきゃいけないからね。だから終わらさないように講義してるんでってことですね。はい。えー、それでは今日のガイダンスはおしまいっていことでします。あの次回もタイトル同じにも違う別の内容を喋りますから、よかったら聞いてください。